すする TV。 ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活出張編ということでね、相変わらずやってるんですけれども、まあやっぱりね、こう生きてるとね、これとこれって合うのみたいな。例えば酢豚とね、パインとか、ハンバーグにパインとか。というわけでね、本日伺うお店こちらです。ドン。 JR 中央線西荻窪駅から徒歩1分のところにありますパイナップルラーメン屋さん、パパパパパインさんにお邪魔してます。世にも珍しいね、パインラーメンのお店ということで、おそらくね、こちらの店以外で、ね、食べられるところがないと思うので、ちょっと怖い気もしてるんですけどね。早速行っちゃいましょうか。レッツゴー。さあ、パパパパパインさん、食券制です。珍しいメニューがいっぱいですが、すするは今回パイナップルエビ塩ラーメンのいっぱいをチョイス。もちろん大盛りです。その名にたがわないパインいっぱいの店内を眺めながら待っていると、来ました。こちらがパイナップルラーメン屋さん、パパパパパインさんのパイナップルエビ塩ラーメンのいっぱい大盛り。おお、しっかりパインが乗ってますね。一体どんなハーモニーを奏でてくれるんでしょうか。それではいただきます。ではまずスープからいただいてみましょう。ちょっともう一回飲んでみましょう。ほう、塩気とエビの香りが広がった後にパインの甘みと酸味が、初めての味でびっくりです。さあ、お次はほうれん草を食らう。しっとりとした食感で塩ベースのスープに合うんです。ではここで、すするチャレンジ、チャーシューとパインを一緒に食らってみましょう。読み込み中です。違った甘さを引き出してくれます。迷惑役だね。さあ、皆さん気になってたでしょ。お待ちかね、極厚チャーシューを食らう。おー、これやこれや、肉厚で食べ応えがあって、しっかり肉の旨みが感じられます。ミート A ですな。時間切れです。チャーシューとパインを一緒に食らってみましょう。おー、お肉のジューシーな味わいとパインの甘みが見事にマッチ、おいしいね。その後にパイン単体で食らって、チャーシュー食らって、だんだんこの味にハマってきました。さあ、いよいよメインいっちゃいましょう。このパイン爆弾とどうマッチするのか楽しみです。さあ、すする。おい、少し固めの茹で加減で程よい歯ごたえの中細麺、麺が介入すると複雑な味になるかと思いきや、辛みもよく素直にうまいです。エビ塩のうまみにはパインの酸味が増すのじゃないかってくらいハマりだして、このラーメンを考えた店主さん、本当にパインプレーですね。お次にパイン食らってから麺すすっても、これがまたビューティーペアでうまいんです。と、ここでニンニクが無料で入れられるということなので、頼んじゃいました。早速ドン。お、さらにドン。おお、パンチのある香りがしますね。では、すする。辛いです。パンチ力だけでなく、ニンニクの辛みがよりエビ塩のコクを持ち上げて、うまさの新大陸発見や。さあ、まだまだ麺すすって、チャーシュー食らって、いよいよ日本一可愛い女子高生の足玉を食らう。黄身がトロトロなのもさることながら、しっかりパインの味が染みていて美味しいです。びっくりしますけどね。では最後にしっかりとこのスープを味わって完食。本日も大変すれました。はじめはその斬新な味に驚きますが、すすっていくたびに病みつきになりそうな美味しい一杯でした。では、おいっすれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、パパパパパインさんに行ってきたんですけれども、こうやっぱ意外なね、ラーメンなのかと思いきや、しっかりこうパインが溶け込んでいて、酸味とね、甘みの絶妙なバランス、さらにこうエビがね、ふわっと香ってきて、いや、美味しかったですね。パインとね、こう麺を交互に食べるなんてことなかなかないんですけども、いやでも良かったですね。それも、いや、もうなんか全体的にこういい意味で裏切られましたね。それではするの公式キャッチフレーズ、パイナップルラーメン屋さん、パパパパパインさん、初打席で打つルーキーや。はい、起動します。すするの健康診断。それではね、早速10日に一度のお楽しみということでね、体重測定の方行ってみたいと思います。まあ、今回はね、そこまで増えたりはしないと思うんですけどね、まあ、減ってるかどうかちょっとあれですけど、よおー、これはキープですね。ほぼほぼキープ。普通だぜ。普通だぜ。ということでね、今週はキープできたので、来週はね、また減らせたりしたらいいかなーって思います。また次回。頑張りましょう。
Thank you.